下松市では2023年10月1日から住民票の写しの交付などのオンライン手続きサービスをスタートします。スマートフォンでご自身のマイナンバーカードを読み取って個人認証し申請。後日メールで送られてくる URL にアクセスし、クレジットカードまたは PayPay で決済。住民票の写しなどは 住民票上の住所に郵送されるため、市役所に行かなくても取得できるようになります。まず、申請の流れを説明します。1、ご希望の手続きの電子申請システム、ロゴフォームへアクセスします。2、フォームに申請内容を入力し、確定前金額を確認して送信します。 マイナンバーカードの県面読み取りを使った自動入力もできます。3. マイナサインアプリでマイナンバーカードを使った公的個人認証を行います。4. 後日メールで送られる URL にアクセスし、クレジットカードまたは PayPay で支払います。以上が申請の流れです。次に、 申請に必要なものを説明します。申請の前に次の準備ができていることを確認してください。1、スマートフォン、マイナンバーカードによる個人認証が必要な手続きについては、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。2、マイナンバーカード、公的個人認証を行う際には、 マイナンバーカードに格納された、署名用電子証明書にて、電子証明を行いますので、マイナンバーカードが必要です。また、マイナンバーカードの署名パスワードも準備しておいてください。3. クレジットカード、または PayPay ペイペイ。クレジットカードで支払う場合、お手元にクレジットカードをご用意ください。対応ブランドは、ビ i マスターカード JCB アメリカンエクスプレスダイナースクラブです。PayPay ペイペイで支払う場合、事前にアプリのインストールが必要です。4. マイナサインアプリマイナンバーカードを読み取り、本人確認と公的個人認証を行うため、マイナサインアプリのインストールが必要です。以上が申請に必要なものです。 ここからは、スマートフォンで申請を行う操作手順を説明します。二次元コード読み取りアプリの中で、ブラウザアプリには遷移せず、二次元コード読み取りアプリ内でブラウザを表示する仕組みになっているアプリをご利用の場合、本人認証が正しくできない場合があります。その場合は、読み取った URL を ブラウザアプリで開くことのできる二次元コード読み取りアプリをご利用ください。手順1電子申請システムロゴフォームへアクセス申請フォームを開くと蒸気のような申請の流れや申請に必要なものなどの説明画面が表示されます。申請の流れや マイナサインで申請するために必要なものが表示されます。手順2、画面下部に移動すると、申請に必要なものに関する準備の有無のチェック欄が表示されます。3つすべてチェックすると、申請進むのボタンが有効化されます。申請進むをタップし、申請が表示されましたら、 申請内容を入力してください。氏名、住所、生年月日、性別の情報は、マイナンバーカードの件面の読み取りで入力できます。手順3から7で説明します。直接入力する場合は、手順8からご覧ください。手順3、マイナンバーカードを読み取る 表表示示さされれたた項目がままししらそこをタップします手順4マイナサインアプリを開くをタップするとマイナサインのアプリが起動します手順5アプリが起動しましたら本人確認を始めるをタップしてください手順6画面が切り替わりましたらパスワード入力へ進む をタップしてください手順7同意後マイナンバーカードの検眠事項入力補助用パスワード4桁を入力し読み取りを開始してくださいパスワードは3回連続で間違えるとロックがかかってしまいますのでご注意くださいスマートフォンにマイナンバーカードを読み取らせます スマートフォンの画面に読み取りが完了した旨表示されますので、OK をタップします。自動でロゴフォームを申請していたブラウザに戻ります。自動で戻らなかった場合は、手動でお戻りください。フォームに戻ると、項目にマイナンバーカードの基本4情報が転記されております。電話番号など、マイナンバーカード内にない情報は入力されません。 手順8、申請内容を入力し、金額確認画面へ進むをタップします。手順9、確定前合計金額が表示されます。金額を確認し、ページ再下部の確認画面へ進むをタップします。手順10、確認画面が表示されますので、入力内容に問題がないかを確認します。 確認が完了したら、送信をタップします。手順11、電子署名の確認画面が表示されます。キャンセルはタップせずに、次の手順を実施します。手順12、マイナサインアプリを利用して、本人確認を実施します。入力内容を確認しましたら、電子署名を行うを タップしてください。手順13マイナサインアプリを起動するをタップするとマイナサインのアプリが起動します手順14アプリが起動しましたら電子署名を始めるをタップしてください手順15画面が切り替わりましたら内容確認画面に進むをタップしてください手順16 マイナンバーカードを読み取る前に内容の確認画面に進みます。確認画面にて申請先フォームに問題ないということであれば同意してください。手順17同意後マイナンバーカードの署名用パスワード6桁から16桁を入力し読み取りを開始してください。署名用パスワードは 5回連続で間違えるとロックがかかってしまいますのでご注意ください。スマートフォンにマイナンバーカードを読み取らせます。スマートフォンの画面に署名が完了した旨表示されますので OK をタップしてください。自動でロゴフォームを申請していたブラウザに戻ります。自動で戻らなかった場合は手動でお戻りください。 以上がスマートフォンで申請を行う操作手順です。送信完了後、仮申請完了のご案内メールが届きます。オンライン決済時に必要なパスワードが記載されていますので、手続き完了まで保存しておいてください。続いて、スマートフォンでオンライン決済を行う操作手順を説明します。まず、 クレジットカード払いの場合です。手順1、後日、お支払い金額が確定すると、お支払い内容確定のご案内、メールが届きます。このメールが届くまでに数日かかることがございます。メールに記載の URL を、サファリやクロームなどのブラウザアプリで開きます。URL の有効期間は、 メールが届いてから7日間です。手順2。入力フォームが表示されますので、手順1の仮申請完了のご案内メールに記載されたパスワードを入力します。本申請をタップします。手順3。表示内容を確認し、ページ最下部の送信をタップします。手順4。 クレジットカード情報を入力し、ページ最下部の決済情報入力確認へ進むをタップします。手順5確認画面が表示されますので、内容に問題ないかを確認します。確認が完了したら、決済して申請を完了するをタップします。手順4、5は 30分以内に完了してください。30分以内に決済を完了できなかった場合は、再度手順1から本申請を行ってください。手順6、送信完了と表示されていることを確認します。クレジットカード払いの場合の操作手順は以上で終了です。次に、スマートフォンで ペイペイ払いを行う場合の操作手順を説明します。事前にブラウザのポップアップブロックが解除されているかどうか確認してください。解除されていないと正常に決済画面が開かない場合があります。サファリを例に説明します。設定アプリを開き、設定画面を下にスワイプさせ、サファリを選択、サファリの設定画面を 下にスワイプさせるとポップアップブロックがありますのでオフにしてください。手順1。後日お支払い金額が確定するとお支払い内容確定のご案内メールが届きます。このメールが届くまでに数日かかることがございます。メールに記載の URL をサファリやクロームなどのブラウザアプリで開きます。 URL の有効期間はメールが届いてから7日間です。手順2、入力フォームが表示されますので、手順1の仮申請完了のご案内メールに記載されたパスワードを入力します。本申請をタップします。手順3、表示内容を確認し、ページ最下部のお支払いに進むをタップします。 手順4、決済方法、PayPay を選択し、ページ最下部の決済情報確認画面へ進むをタップします。手順5、支払い金額と決済方法の確認画面が表示されます。確認が完了したら、決済して申請を完了するをタップします。手順4、5は、 30分以内に完了してください。30分以内に決済を完了できなかった場合は、再度手順1から本申請を行ってください。手順6、PayPay アプリへ自動で画面が遷移します。金額は自動で反映され、ここでの変更はできません。内容を確認し、支払うをタップします。手順7、 PayPay アプリで支払い完了画面が表示されます。手順8、送信完了と表示されていることを確認します。PayPay 払いの場合、操作手順は以上で終了です。決済後、決済完了の自動返信メールが届きますのでご確認ください。市役所で決済を確認し、 住民票の写しなどを住民票上の住所へ郵送いたします。ぜひスマートフォンを使ったオンライン手続きサービスをご利用ください。